も、金ちゃんでーす。イエイ。今回お話しさせていただきますのは、母と私、時を超えて全く同じ経験をしたお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様、最後までご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。まずはですね、うちは祖母からおばあちゃんからですね、霊感が強い家系だったんですよ。で、まあおばあちゃん、お母さん、私が結構いい霊感を引き継いで、いただいているという状態なんですね。で、まあ私がまだ生まれていない時、その時にですね、母がリビングからちょっと離れたところでゴロンと寝転がって、昼寝をしていたそうなんですね。で、昼寝をしていた時、夢うつつうそろそろ起きなきゃなっていう時に、遠くの方から音が聞こえたそうなんですよ。チリーンという音と尺状のシャンっていう音が遠くの方から聞こえてきたんです。母は夢うつつ、ああなんか聞こえるなっていうことを感じてはいたんですけれども、どうすることもできないので起きようと思ったんですけど、体がグッと動かなくなっていたそうなんです。は、金縛りだ、早く起きなきゃって思っていたそうなんですけれども、解けることなく体がグッと固まっていたそうです。で、遠くの方からチリーン、シャン、という音がどん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 遠くからこちらの方に近づいてくるということだったんです。あー、怖い怖い怖い、もう少しで自分の方間近まで来る。ティーン、うんのろんにおんのろいおんのろいおんのよんにお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 ばあちゃんがお母さんを足で蹴ったんです。実はおばあちゃんは車椅子に乗っていて歩くことがその時できなかったんですね。で、母が苦しんでいるのをすぐに分かったそうなんです。ただいくら声をかけても母は目覚めることがなかったんです。で、仕方ないので車椅子で近くにまで行って、利き足、まだ動く右足の方で母の肩をバーンと蹴ったそうなんです。そこで初めて母は目を覚めたんです。ありがとうお母さん、起こしてくれて、今すごい怖いことがあったんだ、そうだと思った、大丈夫っておばあちゃんはお母さんに声をかけたそうです。で、ああ大丈夫、ありがとう、助かったってお母さんが目が覚めた時にズキーンと耳が急激に痛くなったそうなんです。急いでそこで、あまりにもひどい痛みだったので、そのまま耳鼻咽喉科の方に行った時に、耳が外耳郭、要はここのところから外側から攻撃を、まあ、強くやりすぎてしまって耳が聞こえなくなってしまったそうなんです。だいたい2週間前後こちらの方の耳は聞こえなかったということを母から聞いていたんですね。で、ちょうどそれをお話を聞かせていただいたのが私が小学校の頃だったんです。ああ、そんな怖いことあったんだと思って、来る日ですね、夜になりまして、明日の授業の支度をしようと思って、自分の子供部屋に向かっていったんです。まあ私ピンクのランドセルだったんですけれども、そのランドセルを開けて明日の授業を確認して、一つ一つ教科書を詰めていったんです。で、あ、もうすぐ準備が終わるなと思った時に、チリーン、シャン、聞こえてきてしまったんです。え、何これ、お母さんと同じ時の声と同じなんじゃないのかなって思ったんですけど、もう少し聞いてみようと思ったんです。耳を澄まして、シャン、
ャン、だんだんと近づいてきたのが分かったんです。ああどうしよう、これ聞こえちゃったら耳が痛くなって耳が聞こえなくなっちゃうやつだと思って、そのまま急いで階段を駆け下りて、お母さんにあの音が聞こえた、あのお経が聞こえたよということを母に伝えました。で急いで耳のところをあのどう痛くないかっていうふうに聞かれたんですけど、私はそこまで近くまで音を確かめていなかったので耳は痛くなることがなかったんです。ただその後からはもう一人では部屋に行けなくなってしまったという後遺症だけが残りました。あの時まだ私が生まれていない時に体験した母の体験が私にまで来るとは微塵のかけらも思っていませんでした。皆さんも静かな夜にはお気をつけください。はい、今回のことでですね、同じ経験があるよとかそういった話聞いたことあるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にコメントをいただければと思います。あとお話が面白かったなと思ったらいいねボタンとチャンネルの登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。難しいの。ウェイ。適当にっていうのは本当に一番難しいからね。今回お話しさせていただく、今回